大黒食品工場、マイフレンドビッグ、担々麺、揚げ麺にカイクリー粉末スープと調味油がついています。麺は角断面でやや気泡感があり、大きな欠点はないものの特筆する部分もないです。スープは少しとろみがあり、ラー油と痺れる辛さがあります。激辛ではないですが、辛いものが苦手な人は避けた方がいいです。多少の濁り感がありますが、練りごまではなく味噌のようです。わずかに白ごまが入っています。味は平板な印象です。量が結構多いので最後の方は少し飽きてきます。具としてわずかにひき肉のようなものが入っていますが、沈殿しがちなので存在感は弱いです。担々麺というよりは薄めの辛味噌ラーメンという感じで、やや物足りなさを感じました。